外観2009年、セーブ・ザ・ワールド・ショー中にライトアップされた、ツベンテンドルフ原発ツベンテンドルフ原子力発電所はオーストリアで最初に建設された原子力発電所。ニーダー・エスター・ライヒ州、ツベンテンドルフで建設が始まり、原発は完成したものの、運用されることはなかった。1972年の4月に建設が開始され、 692メガワットの発電量の沸騰水型原子炉を建設することとなった。これはいくつかのオーストリア電力公益企業の共同企業体によって当初計画されていた6カ所の原発の最小の一つとして建設が始まった。当初コストはおおよそ140億オーストリアシリングで、現在価格ではおおよそ10億ユーロとされる。 換気煙突は110メートルの高さを誇った。しかし、スベンテンドルフの運用開始や他の5個の原発の建設は1978年11月5日に投票によって中止された。この投票では50.47%がスベンテンドルフの立ち上げ反対に投票した。また、1987年にオーストリアは発電のための各分裂炉を禁止する法を制定し、 以降これを保持している。現在発電所は一部解体されている。発電所はオーストリアの EVN グループが保有しており、太陽光発電所や教育施設として使われている。スベンテンドルフ原発の代替として、デュルンドア火力発電所が建設された。1978年の投票の後、電力生産目的で建てられた、運用された原子炉は存在しない。 しかしながら1960年代以降、科学目的の3機の小型原子炉が建設され、利用されており、現在も1機は稼働している。ありがとうございます。